はい、皆さんこんばんは。2月4日火曜日19時51分ご臨機でございます。私がね、今日ずっと仕込んでたやつがですね、全部刺さっちゃいました。全部刺さっちゃってね、さっきまで維持率が 130% ぐらいになってました。これ以上下がっちゃうともう刈られていっちゃうというね、形になってます。ストップ入れてません、リミット入れてません。もうとことんここから上がってもらいましょうという感じなんですが、短期的なものはここから転換上げです。で、中期長期はまだ下げ。さあこれからどうなるんでしょうかっていうところですね。こっからは上げてほしいですね。上げてほしいけど、逆に僕のテクニカル的なものは下げなんで、これ以上下げてほしいわけ。でも買いなのに。そう、負けてもいいから僕これ下がってほしい。これ下がれば僕のテクニカルが実証されるわけですよ。実証されるというか、どこまで落っこち予想。一応ね、僕は8900ぐらい。どこで買うかなんだよね、今年の収支は。今年の収支は今年のうちに。もう負けてもう負け続けてメンタル壊れてね、ちょっと休みもらいました。天才だ。落ちたねこれね、やばいね。下げそうでいつも上げてくるからな。そう思って、あの赤いラインがあるじゃん、9110、あっこを割るともう上の方からどんどん切られていっちゃう。ハムさん、身の毛もよだつ。やったー、来ない。いや、どうかね、来てほしいんだけど、ちょっともう切られていくけど、まあ何個かは残るだろうね。それじゃあ私ちょっとね、ご飯食べてきます。落ち切ったら上昇だ。ミリオンいったらみんなで祝勝会やりたいね。上昇前の最後の下げかな。トニさん、最後の下げでやってほしい。ロットコさん、DX 箱持っていきたいけど、箱の基盤が何かを。やった全員殉職。やった。下ひげ。飯食っとる場合じゃないんじゃの、いこ。ぐわーぐわーぐわー。やったやった。さあ来るぞ。おい、もう一匹。おい、俺を買ってから上がっていってんじゃん、これ。買ってから。もう間に合ってんだろ、もう。こっから上昇。こっから上昇や。もうあかんわ。クレジットまで綺麗さっぱり。もうひげついて、これもう昇竜拳やろ。もうくそー、もう全然残らんかった。もう切られていくけど、まあ、何個かは残るだろうね。なんてことや。もうだからあっこの赤いラインで、あの利確、これで土天ロングみたいな感じで。やった。おい、俺をマジで俺を買ってから上がっていきやがった、こいつ。あー、もう最悪の状態やん、これ。最悪やん、これ。やったーじゃねーよ、もうやめてくれ。もう散々待ってよ。これはないで、さすがに。剥がれちゃった。動画的には神回。
日は？お疲れさんでした。ありがとう。やった！おじさんは草みたいに刈られてしまいました。もうひげついて、これもう昇竜拳やろ。